こんにちは、こんばんは、ホビードワーです。ザ・エビル・ウィティン、サイコ・ブレイク、プレイ再開していきたいと思います。現在、この、明らかに怪しい場所に来ています。仲間、どこ消えたよ。どこ消えたよ、仲間。ここ、大量に死体いるんだけど、いきなり起き上がらないよね。起き上がるとちょっと困るかな。あれ？いないぞ？あれ、こう、閉じ込められてない？主人公。本当に壁に穴が気づかなかっただよ。ほほ、ここから。ここから行けとおっしゃる。来る、敵が。おもむろに。転んだ。転んだら燃やす。それしかない。よし、二人まとめていったぞ。その後も立ってね、動くというアグレッシブなやつらだよな、こいつら、ほんと。何も落とさない。あ、落としてよかった。何も落とさないだけ勘弁願いたい。これ完全にランダムなのかね。ちょっと気になるな。何もない。何もないよね。壊す。アガニボルト。アガニボルトちょっと作成するかな。前回から相変わらずお世話になっているし。ハプンボルトを作ろうかなとちょっと今考えているところだけど、とりあえずフラッシュボルト1つ。他のはそこそこあるのでいらない。フリーズボルトは特にね。ハプンボルトはボス戦だと使うかもしれないからちょっとリロードしようかな。でもボス戦の部屋にある可能性もあるし、置いとこう。あれ意外と置かれているんだよ。はい、ジョゼフ、ちょっと待って。恐ろしい場所だな。なんでこの落ちたら戻れませんよみたいな嫌な感じがしねえ。嫌な感じがしねえぞ主人公。嫌な感じがプンプンしやがるぜ。上だよな。上から行ける？下から行くか上から行くか、ちょっと選択できる感じ？違うな。多分たまたまこんな感じになってるだけか。弾薬がおもむろに置かれてる時点で俺はボス戦だと思うんだよ。うん、アイテムが下にあったね。ちょっと下の方行こうか。置かれているね。このところ歩いて大丈夫し、病気になるよ。何かないか一応調べているけど何もないっぽいな。主人公、この中を渡る必要性が全くないよね。アイテムなかったら。辛いな、主人公。うん、大丈夫そうだ。登りよー。チェックポイント、はい。おぉ、ジョゼフか？この声は。この、ああって言ってるのは多分ジョゼフだな。待ってるジョセフ。おっと燃やさずにはいられない。おっと燃やさずにはいられない。やはり敵だったか。ちょっと待つんだジョセフ。どうしたんですか？セバスチャンはここだよ。デブいるな。デブ、あれ通常のデブだよな。こいつ燃やせるよね。燃やせるならば問題ない。ここで問題が一つ。マッチが切れた。素晴らしい。はい、クリティカルヒット。ここに来てまさかのクリティカルヒット。あ、でも死んでないぞこいつ。 OK。 あ、クリティカルはこんな感じで吹っ飛ぶのか。 OK、 クリティカルじゃなかったね。先ほど燃やしたやつらアイテムのドロップしてない。ドロップしてないね。チキショーめ。さて、いい感じに HM 減ってるし、よいしょっと注射打っとこうね。珍しい、マッチが本当に切れた。この大量に敵が来るのでマッチが割と切れましたね。キッドさん、こんにちは。どういたしまして。どうしたんだ。セバスチャン、maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side。了解した。大丈夫、キッドさん一人で。あとハイヒールなんだ。
ハイヒールはこのアクション満載のところはちょっと辛いものがあるな。また二人きりだね、ジョセフ。俺はできればキッドとの方が良かったな。あ、お願いします。あ、こんにちは、キッドさん。悪かったな、ジョセフ。すぐ二人きりはなくなっちゃったね。あ、走れなくなった。こいつはイベントがあるな。長い通路。ほうほう。なんか起きただよ。あ、これまたジョセフがおかしくなるんじゃない？あ、俺この腕知ってる。これ貞子さんじゃね？貞子さんっぽいな。またあのドアか。おお、調べてよかった。後ろ。嘘、何取れない。そんな手の跡が大量にある。アイテムが取れないってのが気に入らねえ。気に入らねえな。あ、銃はちゃんと使えるか。蹴り込む。マネキン。鏡あるね。使えないけど。何これ、手帳？セバスチャンとマイラの結婚式の招待状。セバスチャン・カスティアノス、マイラ・ハンソン。この度私と結婚することになりました。あ、セバスチャンって、カスティアノス刑事ってことは、セバスチャン主人公か。俺さっき、あいつのこと、セバスチャンって呼んでたね。ごめんなさい。これが主演にはね、ザ・ヴェンダー・ホテル・クリムソン・シティ・レセプションは、組織用となります。あ、挙式用となりますので、こちらもご出席お願いします。マイラ・ハンソン。主人公、その人死んだんじゃねえの？主人公の仲間っぽいけ、仲間じゃない、奥さんっぽいけど。主人公がセバスチャン・カスティアノスでいいんだよね、セバスチャン。この人がそれなんじゃない？何かお忘れですか？ないのに。フェルナンド・カーブレラ、精神病患者、収容先のビーゴンステージ前から姿を消す。保護観察が必要な重症患者。こちらは？やはりなんかあるね。行方不明の使徒を発見。行方不明の使徒。神と精神病院で発見。絶対に許されない。8年間行方不明だった使徒フェルナンド・カーブレラはビーコン精神病院に収容されたところを発見される。元信徒は、あれはカルトだとか語る。セーブしようね。危ないからね。さて、何かしら強化できるだろうか。ダッシュが強化できるかな、この状態だと。やるか、ダッシュ。ちょっと強化しよう。強化で残念ながら4秒になるだけなんだけどね。まあでも1秒上がっただけでも助かるだろう。6秒。次は6秒か。今作のスタミナなんだけど、時間ちょっと経ってからじゃないと回復しないっていうのがね、インターバルがあるのがちょっと慣れるまできついな。間違えてね、スタミナ全部消費してしまう時があるから。こんな感じ。さて、では帰ろう。特に他には問題ないだろう。もしかしたら新聞とか読んでないのが近くにあるかもだけど、このマネキンおもむろにポーズ決めてるのがちょっと面白いな。あ、トラップが。おもむろに敷かれてるトラップ。そして銃弾。瓶。嫌な予感しかしねえんだが。こいつら立ち上がりそうだな。ああ、びっくりしたよ。びっくりだよ、お前ら。あ、やばい、忘れた。意味ない。俺今あれ持ってないんだよ。はい、オッケー。あ、外した。そんな、まさかの外すとは。オッケー。いや、今あれ持ってないんですよ。例のマッチを。マッチさん持ってないんですよ。これを使おう。これ最大1秒ちょっと上がるはず。
不思議がちょっとクランクランになってしまってますね。あ、これ使うと一時的におかしくなるのか、主人公。なるほど、ちゃんとデメリットもあると。気をつけないとな。運よく一発ですよ。マッチがもうないんだよな。中断。出たからいいけど、ちょっとぐるぐる回って見落としがないか見ているけど。マッチ。出るのがちょっと遅かったかな。なんだ、何が落ちたんだ。ちょっと待って、後ろの方に降りられるところがあったから、そちらに先に行こう。ここなんで降りなかったかっていうと、ここなんかありそうだなと思って降りなかったんですよ。こちらが正しい道かなっていうふうに思ってたので、後回しにしたんだけど、違うのかな。アイテム取るだけの場所とかだったら喜んでおりますよ。なんか置かれているな、気をつけないと。やはり何かあるか。こんにちは、こんにちは。あれ、ここら辺もう一回押せなかったっけ、確か。ダメだ、いけない。よし、マッチ1本火事の素。これ下にあるものが、ある液体が油じゃないからいいよね。油だったら終わってるね、主人公。いろいろとしけてやがるぜ。アイテムドロップしなかった、なんてこった。俺のマッチが。せめて経験値の方が確定だったらよかったんだけどね。おーっと、こいつはいいや、来た甲斐があるぜ。一つか、宝箱。やっぱりあるか。はい、オッケー。銃弾、はい、リロード。せずにはいられない、全然たまんねえな。弾が一発余っちまった。うん、下に行こう。さて帰ろうか。こんなとこにやれるか、俺は帰るんだ。よいしょ。あいつをほら倒したことによって何か敵が復活してたりとかしてないかなとちょっと今思ってくる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 回ってるんだけど、多分何もないね。貞子さんが多分出てくるよな、これ。しかしペチャ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 音がするから周りが怖い怖い。よし、蹴ろ。明らかに光を放てと言われているような気、火を放てと言われているような気がするね、これ。こんにちは。赤い、眩しい。しかしなんだ、この今作こういうところの雰囲気がめちゃくちゃサイレントヒルだよね。嫌な予感がするだよな。あ、俺この人知ってる、だと思ったあなただと思いましたよ、貞子さん。こんにちは。ちょっと燃えていきません？あ、やべ。あ、君が死ぬまで殴るのをやめないパターンだと思います。入りました、パターン。あ、痛い、あ、痛い。お約束のとりあえず1回よろしくお願いします。火に弱いのか、火に弱いのか。いえ、私が火にやられました、炙られました、いろいろと。あら、ここに戻ってくる。まさかの、まさかのここに戻ってくる。なんてこった。よし、向こうに着くまでちょっと飛ばそうかな俺。うん、やっぱ減ってるね。よし、あ、向こうに着くまでちょっと飛ばそう。帰ってきましたよ、貞子さんのところまで。さて、どうしたものか。とりあえず彼女がこの先にいるのは分かっているので、ちょっとね、準備だけを怠らずにやっておこうか。さて、ハプーンボルトに変えて、とりあえずボルト、こちらのハプーンボルトを
ちょっと作成、まあ、とりあえず2個ぐらい。で、こちらのマインボルトもほどほどにある。他のやつは多分ボス戦ではあんまり有用ではないので、こんな感じで。こちらの手榴弾を念のため下の方に配置。こんな感じかな。一応こちらにして、佐藤さんを出現させたい。まあ、その前一応これ取っとこう。使っても意味ないような気がしないでもないが。一応、回復。せずにはいられない。さあ、佐藤さんを出現させよう。はい、こんにちは、いらっしゃい。ようこそやってきてくれました。佐藤さん、こんにちは。炎をつける。つけずにはいられない。そして退避。嘘だろ、いけない。帰ってくれた。火に弱いのか。おお、帰ってくれた。なんだ、そういうイベントだったのか。そして間違えて一発撃ってしまった。痛い。ちょっと操作ミスですよ。なんだ、俺はてっきり戦うのかと思って準備満タンになってしまったんだが。はい、オッケー。鍵取らずにはいられない。ネズミかなんかの上に乗っていた。行くか。チェックポイントはないの。そろそろチェック入ってもいいんだよ、主人公。いるね、あそこに、明らかにね。チェックポイント入ったよ。あ、しまった。これは動かないな。だから体が置かれてるということは、マッチを使ってこいつに火をつけて進む的なあれか。何かがいる。サトコさん出てくる。お、サトコさん、ぜひ燃えてってください、貞子さん。あ、また来る。どっかにやられてるのか、俺が気づいてないだけで。実はどっかにいる。どっかにいるな。いたいた。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。要は火を使って彼女に来させろってことか。こういうところとかに。はい、燃えて。こんな感じ。燃えていただこう。どこだ、どこに他に燃やせるものがある。そんなにないぞ、燃やせるもの。怖い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 。来た来た来た。ダッシュをここに来てちょっと上げてたのが良かったな。俺そんなにあれないんで。おっ、危ない。びっくりびっくりだよ、貞子さん。いつ来てもびっくり、貞子さん。はい、燃えていただこうか。間違えた、操作ミス。今のうちにロード。来てる来てる、めっちゃダッシュで来てる。やばい、火つけちゃった。燃えてくんねえかな。燃えてくんなかった。やばいやばい。どうするよ。この中に押し込むわけではないんだろう。ふう、どうするどうする。こんにちは、佐藤さん、佐藤さん。おっと、やばい。あそこのドラム缶を撃つ予定だったんだが、ダメだ。あそこバーンしたのもあんま意味なかったな。遠くからやってもあんま意味ないみたいね。来た瞬間、来た瞬間。どこにやられてるんだあの子。怖い怖い。どこにいるか分からん。いたいた。行ったか。今ちょっとロードが入ったぞ。はあ、やっと行けた。ふう、リソース大量に使用した。掴まれたらアウトだったからな。ああ、恐ろしい。やっと本当に倒せたよ。多分いろいろと他にも倒す方法あったんだろうな。ただ今回はこんな感じになったよ。あ、
ここで燃やすことができたのか。なるほど、面白い装置があったな。別にこんな無理をしてやる必要はなかったと。うんだよね。一応フラッシュの方にしておこう。ここら辺を探索して先に進もうか。何もなければよし。何か取り逃してる可能性がなきにしもあらず。移動した弾は十分。ダメージは食らってないというより、食らってたらアウトだったからな。ふう、疲れたぜ。ダイナミックエントリー、何があるかな。経験値、経験値。あ、マッチだ。マッチ足りてねえからな。2つか、少ないな。こんにちは。なんだここは。レスリーと、ほう、ほほ。何をする気だ。適合者？何の適合者だ。何かがここでぐるぐる回っていたな。なんだここは。脊髄、そして脳。大きな脳みそだな。起き上がった。起き上がったじゃない、起き上がるのか。あ、プラグを抜いた主人公。プラグを抜くことが重要みたいだね。やばい、離せ、離すんだ、離すんだブラザー。俺にそんな趣味はない。すまないのブラザー、抜くぞ。ああ、くそ、アイテム一つ取り逃した。多分これは場所移動だろう。なんだなんだなんだ、なんかいろいろと不吉なものが見えたな。プロファイル、サダコクリア。セーブせずにはいられない。ルージンググリップオンオーセフ。では次、ヒャホイ。フリーズボルトを使えば範囲内の敵を氷結状態にできる。いや、なんとかクリアできたはいいけど、やっぱりサダコさん戦が非常に辛かったですね。あ、また病院か。これやっぱり主人公も何かされたパターンなんじゃねえのか。あ、先ほどに似たような場所の影が映り込んでいますね。あ、やっぱり頭に刺すのか、それ。あ、一瞬キッドさんに見えましたね。これもしかして主人公ちょっとおかしくなってるってことじゃないのか。無理されない方がいいですよ。私もそう思うんですよ。さて、おもむろに開けていこう。弾薬取らずにはいらない。余る分にはいいからね、弾薬は。お、これも助かる。地味に助かるぜ。使ったからな、これ。やはりこれが残ってしまったね。取って、それでも残る。あと何個？あと8。おお、すんばらしい。さて、ではちょっとちょこっとついでに強化の方でもしていこうかな。ここら辺には何も、あ、置かれてる。ニュースペーパー。境界で墜落、事故発生、崩落だね。死傷者なし、目撃者から奇跡の声。境界で床が崩落。シダーヒル教会に床が改装中に崩落。首都は怪我人が出なかったのは奇跡的だと語る。
先ほど崩落があったところだよね。主人公も落ちたところ。もしかしなくても、主人公が体験してることって、主人公がああいう風に見えているだけで、実は普通の事件なのかな。わからないな。主人公が全部見てるものが本当なのか、主人公の頭の中だけで起きてることなのかっていうね、のがちょっと気になるところだな。サイレントヒルでそら、そういうのもあるから。ホラー系はそこら辺も面白いところだよね。最後の方で多分どういう状況なのかね、ちゃんと教えてもらえるとは思うんだけど。さて、ちょこっとどうしようかな、ここから。やはり、この銃を頭に撃つ確率というかね、必要性が上がってきてるから、それぞれハンドガンのクリティカルをもうちょっと上げようかな。ハンドガンの弾が基本的に余るというかね、結構あるし、ハブンボルトも最大だしな、5万か。次5万はちょっとないかな。5万はちょっと辛いところ。多分他のボルトもね、今のところ強化する必要ないかなという感じはします。ので、とりあえず重火器のクリティカルを上げよう。次2万か。ただ2万で50%はでかいよね。ちょっと上げたいな。あとはショットガンの攻撃力なども上げたいところかな。ショットガンの攻撃力はそのままね、上げることによって、先ほどのボス戦のような感じで、近くにいる敵に大ダメージを与えることができるみたいなのがいいですよね。それにマッチが結構切れ気味だからな。まあいいでしょう。とりあえずはこのままで。これでクリティカルの確率が30%になったので、3発に1発ほどで敵を倒すことができるようになったよ。素晴らしい。さて、といった感じでチャプターを始めてしまう前に、今回一旦終了させていただきたいかと思う。その前に新聞がなんかないか見ておこうぜ。やはりあそこの以外はないね。セーブだ、セーブ。セーブせずにはいられない。ということで、今回一旦ここで終了させていただこう。いやー、しかし、ゲームも進んできて結構死亡する回数が多くなってきたね。ちょっとしたミスでやっぱり死んでしまう。あとサトコさん一撃死だからな。君が死ぬまで殴るのをやめない。ぶっちゃけぶったたいてるというよりね、手で地面に顔面押し付けられてるような感じだけどね。顔面も割れてるしね、主人公頭がね。さて、では今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。